YouTube はい、来ました。エンジョイアウトドアの時間でございます。<laughs> 第80え3080じゃねえよ。<laughs> 38号だよね。ということで軽くて丈夫。カラビア式ハンドルなら吊り下げもできる。ステンレス製マグカップは超優秀で。今週のアイテムはなんとですね。マグカップでございます。はい、正面こう下。 上そして、横はこんな感じ、反対側はこんな感じ、そしてですね、えー、もう来週のアイテムもちょっと紹介しておきましょうか、ね、アウトドアね38号はこの、ね、ヘッドライトみたいですね、えー、そしてですねその次はですね,、あのー、あれですねこれが11月,11日あいや11月1日月日水曜日発売、ヘッドライト、これ100円ショップで売ってそうですよね、えー、そしてです、ね、こちらの方ですね見てください、ね、えー、40号は11月15日発売で、これねなんかチェアハン ハンティングチェアワイヤー層ってことでね、これ、多分ね、これは、あの、この布だけついてると思うんですよ。布だけついてて、木を、木を丸めようっていうパターンやと思うんですよね。<laughs> ちゃうんかな。ひ、板、板拾って、じゃ、あの、枝拾ってきて、三本刺して、この縄でくぐって、椅子にしろっていうね、そういう企画やと思います。ということで、早速ね、えー、行きたいと思これ、なんとね、これがね、2100、 2,199円するわけです、バーコードはこちらね。え、2,199円しますでですね。これほんまね、毎回毎回あの、え、100円ショップで売ってるような、え、そういうですね、あの、商品をね、箱に入れてですね。まあ、いろんな冊子はついて情報は入ってるんですけども、なんと219、200、え、2,199円で売ってるというね、恐ろしい、え、比較になっております。結構買う、買うのやめた人多いと思いますよ。ね。 結構ね、はい。これ、絶対、絶対これ100円ショップで、あの300円ぐらいで売ってるやつと一緒なんちゃうの違いますかちょっと奥さんこれ。ね、これちゃんと説明書いてますけどね、これね。 えー、マークカップの特徴ですよ、今後の。ハンドル、ここ、閉会、カラビアみたいになって、カチャンって入れるんですよね。で、これ、折りたたみができると。ね。ハンドルを倒せばですね、結構取っ手のあるやつでね、不安定なんでね。はい。でですね、あと、まあ、耐、強度に優れた洗練性ね。 はい。ねえ。カルビア反動です。吊り下げもできる。そして、ね、中空洞二重構造で、音性抜群ということになっておりますけれどもね、果たしてどうなんでしょうか。ははいでよ。遺 <laughs> 伝でも大体分かってますよね。イメージとして形、形。あ、それあれやんか。この間、ダイソーで売ってたよ。まさかみちゃんと言われそうえ。そんな感じのものでございますよ。本当に。いや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 。 <laughs> また今週号も負けやんか、勝ちか負けっていうのは大体何を基準でしてるかっていうと、あの100円ショップで売ってるものに、ちょっとかぶってるかどうかで、あの <laughs> オープン <laughs> 箱入ってる、箱、まあ、あのね、100円ショップのは箱入ってないんでね、まあ、箱入ってる分、マシかと。ね <laughs> いや <laughs> あかん今。今後も負けです。今後もか、こんなん、あのあ、ほらね、これほら、完全にこう、こうやって引っ掛けれますよ。引っ掛けれます。ここでもね、こうやって引っ掛けることができますよ、ここに。こうやって引っ掛けることができますけど、これ。どう見たがって、あの、ダイソーとかで、300円で売ってないですか、こういうの、これ。普通に。これ、これ。<laughs> ね これな、売ってそうでしょう、これ。いやー、もう今後もやられたんです。もう前回もずっと毎回毎回ね、あの、100円ショップで売ってるようなやつをですね、私はですね、毎回毎回月2回ですね、この2199円で買わされてるまあ、これが結構値打ちある。これが300円としてもですね、これがもう2000円近く値打ちがあるんじゃないかと、この冊子がね。 すいません編集の皆さん、ハシェット・ジャパンさん、これはちょっとまずいんじゃないかな、うん、あの、もう本当に、私ね、これ、動画のネタにしてるから、購読してますけど、あの多分ね、みんな買うのやめてると思いますよ。 あうこんなんもなんか、もう動画のネタになっても斬新なものがないし、もうなんかもっと斬新なものがあったらいいんですよ。だから、ハシェットジャパンさんが出しました。企画して頑張って作りました。それを、ええー、とね、この100円ショップさんがパクりましたやったらわかるんですけど、あのですね、あの、本当にね、100円ショップで売ってるようなものをね、2199円で買わせる。ま、え月に2回あるんですよ。月に2回ね、毎週、えっ、ー、と、水曜日かな。水曜日に買わされる私の身にもなってください。 <laughs> 結構小遣いの上と大きいんですよ、これ。<laughs> 今週も負けた。<laughs> えー、というやっで、こうやってねあの、ド M の人は買ってください、私みたいに。<laughs> ド M の人は買ってください。本、え、当、ー、ね, <laughs> ね、忖度なんかしないよ、そんなの。だってこれだよ。 これちなみに私いつもね、あの、あの、むき飲んでるこれ。ね。蓋付きで、同じような構造ですよ。しかもほら、一回り大きいんですよ。ね。これ。これが200円ですよ。これ200円。これとカラビはついてないんですよ。曲がらないですよ。これ200円ですよ。これ2199円ですよ。これどっち買います高級感は確かにこっちの方がある。この、なんていうのか、ここの、この、なんていうのかな。 研磨具合といいね。あるけれども、あるけれどもね。これ200円、これ2190円、どっち買いますかね <laughs> <laughs> ああ<ー笑>。ということで、えー、今回も負けてしまいましたけども、えー、ぜひともですね、あ、ただちょっと、ね、朗報があります。何かと言いますと、まだね、お買い、求めしたことがない人は、なんとですね、こちらですよ。 こちら。なんとですね、このバッグが、うって、あ、もともとね、プレゼントなんですよ。定期購読を、申し込みの方に、素敵なプレゼント。ね。はい。定期購読ね。え、定期購読していただいた方にはね、これ、この、これがね、もらえるというね、活気的な企約で。私、これを持って、このリュックは確かに良かったんですけど、ね。え、しかもですね、まあ、まあ、もう定期購読は嫌やと。 まさか見たらこんなんばっかりやと。ってなったらどうなるか。えこ,こちらです、はい、えこちらの商品になっております。こちらね、えー、っとですね、えー、フォーディングナイフ、これ第3号についてはナイフですね。ナイフとこのポーチ、これがついて4990円。これはお得。 これはめちゃくちゃお得。これ、この商品はおすすめします。この商品はね、えー、このこれ。このこれだけでも2199円でするわけでしょあ、1999、え、1999円か。1999円ね。うんで、で、これ、これがね、だってほら、3000円ぐらいで買えるんですよ。 ね、もうこういう商品ですよ。リュックと、これ結構ね、クオリティ高いんで、えー、あの、これだけ、これだけは購入した方がいいと思います。はい。ちょっと思う、あの、ちょっとね、なんかアウトドア始めたいけど、なんかリュックないかなと思ってる方はね、えー、これはちょっとお得やと思うんで、ナイフ付きでね、お得やと思うんで、これはおすすめです。これはおすすめですけど、毎回買うのはちょっとね、ほんとね、あの、胸が痛い。<laughs> 胸がめちゃくちゃ痛いわけですよ、これ。本当に。奥さん聞いてますかね、本当に。旦那さんがね、もし買ってたら多分、あんた何買ってんのそれ。ダイソーで売ってるような商品ばっかりがおまけやん。確かにね、こんな冊子にいろんなね、結構ね、いろんなこのスタッフがね、一生懸命書いてくれた。これ、情報はかなりありますよ。この情報に関してはいいと思うんですけど、やはりメインはこちらのアイテムだと思うんですよ。アイテムがあまりにもこれだとね、もうほんとね、あ,あ、 私も過去にアシストコレクションを買ったことがありますん、途で。私もね、一回やったこと、買った、あのね、なんかあの、日本の戦艦かな、やってた時あれ、あれ、商品良かったんですけど、経済的な理由で、ね、途中で買うのやめてたって言っ <laughs> あれ良かったですけどね。で、今回はこれちょっとね、本当エンジョイアウトドアさんね、ちょっと本当にね、この、なんだろう、うハシとトジャパンさん考えていただきたい。これ、こういうのが続くとね、どんどんね、私は買い続けますよ。い持でも。ね、100号まで買ってやる。 <laughs> 実利ながらでも、いや、でもね、本当でもね、これ、本当に100円ショップで売ってるような、えこういうアイテムを出し続けるのは、やっぱりね、会社としての信用がどうなのかと、私はもう買うと辛口なんで、私、いいものはいいって、だからこれは進めますよ、これ。皆さん、このリュックは進めます。実際、私も使ってますしね、あのあこれね。 このリュックはね、あの、まあ、得やと思うんでね。あの、だから、えっ、ー、と、何個買ったらもらえるかとか分かんないですけども、定期購読の人はこれもらえます。あとですね、えーこ、これ単品で欲しい人はこれね。私もこれ単,単品でもう一セット欲しいぐらいです。これは進めますけども、毎週買うのはね、こういうのがね、あるんでね、えー、先週号も見てもうたら分かるんですけどね。こんな感じになっておるんで。 買うか買わないかは皆さんの、ええー、ここ、ここ次第ですけど、私はね、あの、YouTube の動画をネタにしてるんで、ね、はい。<laughs> はし、はしとは、最初、500円売りま、500円とか、499円とかでね、途中からめっちゃ高くなったりもしますけど、まあね、こんな感じです。だから、あの、ネタにですね、あのね、あの、初回、相関語はね、ありやと思うんですけども、ええー、私はね、これはおすすめします、これは。 このリックサックとこのナイフは本当におすすめさです。ものすごくね、いいです。ただですね、えー、今後も完全に負けましたね。はい、ということで、ありがとうございました。それではまた <laughs>、2週間後くらいですか。会いましょう。